実は私たちはユダヤ人信者から多大な恩恵を受けているんですね。そのことを忘れた時に教会の歴史はおかしな方向に進んでいったということを何度も繰り返したのであります。皆さんこんにちは、松本明弘です。ガラテヤ2章一口サイズメッセージ、今日はその3回目です。時々一口サイズでなくなることがありますので気をつけていきたいと思います。前回は2章の4節から6節までを通して奴隷にされることがないようにというテーマでお話をしました。当時ユダヤ主義者と呼ばれていた人たちが異邦人信者を律法の奴隷にしようとしていたんだということについて書かれていました。これを今日的に適用するならば、私たちを間違った教えの奴隷にしようとしている者たちが今日もいるのだから、私たちは十分に気をつけ、騙されないために聖書を正しく学んでいかなければならないということについてお話ししました。今日は2章7節からお読みいたします。それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。誰が理解してくれたんですか？エルサレム教会の主だった者たちと呼ばれているイエス様の弟のヤコブ、そして十二使徒のペテロとヨハネのことでしたね。この3人はパウロの語る福音を全面的に支持し、そして賛同してくれたわけです。それだけではなく、パウロの果たしている役割を彼らは尊重してくれたということがわかります。割礼を受けている者っていうのはユダヤ人、そのユダヤ人への福音を委ねられていたのはペテロで、割礼を受けていない者というのは異邦人、その異邦人へ福音を伝えることを委ねられていたのがパウロであるという役割を理解してくれたわけですね。8節、ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでした。つまりペテロをユダヤ人への使徒として召し、パウロを異邦人への使徒として召された。召してくださったのは神様である。そしてその2人は神様の召しに対して応答したんですね。ですからどの働きに召されているかにかかわらず、両者は対等であり平等であるということがここからわかります。それを理解することがお互いを尊敬し合うという関係の土台になってくるわけですね。9節、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでした。ここについに三者の名前が列挙されていますね。そしてこの三人はパウロの働きを認めて、または尊重して右手を差し出してくれた。あなたの働きを認めます。それぞれ使わされたところで神様の祝福の中で働きを続けていきましょう、そういうことですね。なんと麗しい姿、なんと麗しい関係かと思います。このような姿勢を私たちも見習っていきたいと思いますね。私たちはどんなに頑張っても自分だけで全ての働きができるわけがない。足りないところを互いに補い合っていく必要があるんだということですね。地域教会がありますが、その地域教会の働きを補うために与えられているものとしてパラチャーチというものがあります。チャーチに対してその側面に立ってサポートしてくれる存在ということで、英語ではパラチャーチというんですが、日本語では何と訳したらいいでしょうか。宣教団体というふうに訳されているでしょうか。地域教会をサポートする役割として宣教団体がある
例えば学生に対する伝道に特化した形での学生伝道、またはビジネスマン伝道、または文書伝道、または音楽伝道、または喫茶店伝道、そしてラジオ伝道、テレビ伝道、インターネット伝道、いろいろな働きがあります。そしてこれらの働きが側面から地域教会をバックアップしていく、こういう働きですね。私は30年間地域教会の牧師として働いてきましたけれども、今年の5月からはパラチャーチの一員として何らかのお役に立つことができたら幸いと願っています。最後に10節です。ただ私たちが貧しい人たちのことを心に留めるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきました。この3人がパウロにリクエストしたのはただ一つのことだけでした。それは貧しい人たちのことを心に留めてください。もちろん全ての貧しい人を指すんですが、特にここではエルサレム教会の信者たちのことを指していると思われます。どうしてエルサレム教会の信者たちは貧しかったのか。2つの理由があると思うんですが、第一にエルサレムは特にイエス様を信じたユダヤ人に対する迫害が激しく、彼らは正規の職に就けなかったということがあると思いますね。ですから十分な給料が得られていないという難しさがあったと思います。そしてもう一つの理由、それは初代教会が始まったその初期の段階において、このことについては使徒の働きの2章と4章に書かれているんですが、彼らは持ち物を持っている人がそれを売り払って、そして教会でプールして平等に分け与えるということをしたんですが、それは当初麗しい働きとなったんだけれども長続きしなかったわけですね。もう全部売ってしまったらそれ以上売るものがないということです。このことについては以前初代教会の様子というテーマで動画を作りましたので、ご参考にしていただけたら幸いと思います。ということでエルサレム教会は貧しかった。その貧しい人たちのことを心に留めてくださいねとヤコブとペテロとヨハネからパウロは言われた。はい、そのことでしたら私も大いに努めてきましたとパウロは言っている通りに心がけてきたんですね。どういうことがあったでしょうか。使徒の働き11章の最後で飢饉が起きた時に、パウロのいたアンティオキア教会は真っ先にユダヤ地方の教会に救援物資を届けた。その届けた中の一人がパウロであったということがそこに書かれていますし、またパウロが第3次伝道旅行を終えた後に、本当はローマに行きたかったんだけども、その前にどうしてもしておかなければならないこととして異邦人教会の献金を集めてエルサレムに届けるんだという、そのミッションを彼は自分に課していたわけですね。エルサレムに登るということはその時のパウロにとって非常に危険なことではあったんだけども、これは私が何としてでもしなければならないことだとパウロは考えていた。その辺のことについてはローマ人への手紙の15章25節から27節までに書かれていますのでお読みしたいと思います。25節。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。生徒たちというのはエルサレムにいるクリスチャンたちですね。その人たちに奉仕するため、つまり献金を届けるため、しかし今はと言っている。本当はどうしたかったんでしょうか。本当はあなた方ローマの教会の皆さんのところに私は行きたいと思っているんだけども、その前にどうしてもしておかなければならないミッションがある。それはエルサレムの教会に献金を届けることであるということですね。26節。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。さあここにパウロの指導が異邦人教会の中でも実を結んでいたということがよくわかりますね。この
地域の人たち、パウロが伝道し設立した教会の人たちは、私たちもエルサレムのユダヤ人信者のために何かご奉仕をしたいと言って献金を集めてくれていたわけですね。27節、彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。つまりこの異邦人教会の人たちは自発的に喜んでそうすることを決めたけれども、実はこれは彼らにとって義務でもあるんだということをパウロは語っている。どうしてですか？異邦人は彼らの、彼らというのはユダヤ人信者から霊的な贈り物をいただいたのだから、今ユダヤ人信者が物質的に困窮しているのだから、そのユダヤ人信者を支援するのは当然なことだというふうにパウロはここで語っている。これは私たちが普段あまり持たない視点ではないかと思います。私たちは今どれほどユダヤ人に対して、またユダヤ人信者に対して感謝の思いを持っているでしょうか。ユダヤ人たちが長い年月かけて聖書を書き記し、一点一句も誤りなきように写本をし続けてくれたことによって、今日私たちの手元にこの聖書が残っている。このユダヤ人たちがさまざまな攻撃からも生き残り、ついにメシアであるイエス・キリストを生み出してくれた。そしてイエス様の弟子たちは皆ユダヤ人、そしてあのペンテコステの日に聖霊が下って誕生した初代教会、そのメンバーは最初全員ユダヤ人。ユダヤ人からキリスト教が始まった、ユダヤ人から教会が始まったということを私たちは忘れていることが多いのではないでしょうか。彼らが伝えてくれたおかげで、彼らが妥協しないでいてくれたおかげで、今日私たちのところにこの福音が届けられた。実は私たちはユダヤ人信者から多大な恩恵を受けているんですね。そのことを忘れた時に教会の歴史はおかしな方向に進んでいったということを何度も繰り返したのであります。私たちは今日もう一度この原点に立ち返りたいと思うんですね。さあ、今日の箇所でヤコブとペテロとヨハネはパウロの異邦人への使徒という働きを尊重して祝福を持って彼を送り出した。一方パウロは異邦人への使徒であったんだけれども、エルサレムの教会が困窮している時には自分が設立した異邦人教会をめぐってユダヤ人信者を助けるべく献金を集めるように指導した。本当にここに本来あるべき麗しい素晴らしい関係を私たちは見ます。私たちはどうでしょうか。もう一度原点に帰って、それぞれに神様から与えられた役割を果たしているその働き人を祝福し尊敬し、そのような関係をさらに築いていくものでありたいと思います。それではこの続きは次回またお話ししたいと思います。ありがとうございました。